おはようございます。モークさん、おはようございます。アレリア。モークさん、トモさん、マリちゃん、おはようございます。ユウさん、おはようございます。はい、ヒコさん、おはようございます。アイシティさん、一晩ぐっすり眠れました。はい、一晩ぐっすり寝ておきました。ケンゴさん、おはようございます。行く前はですね、朝少し寒いぐらいでしたけれども、やはり帰ってきたら暑いですね。ウニさん、ユウさん、そうですね、時差はですね、やはり、どうなんでしょうかね。これからどうなるかわかりませんが、今のところぐっすり眠りました。納豆さん、おはようございます。いつもの公園ですね。ちょっといつもと同じように景色を、ね、お見せしましょう。一つですね、皆さんにちょっと発見したものをお見せします、それはですね、それはこの、セミの殻ですね。セミの殻がたくさんあります。ところがですね、セミの殻は、アセスコさん、おはようございます。これはですね、今セミからですね、セミの殻から脱皮したとこなんですね。ところがね、さっきまで生きてたんですね。この幼虫はさっきまで生きてました。でも今死んでるんですね。で、なぜ死んでるかというと、なんか蜂が来てですね。蜂が来てなんかこう吸ってたんですね。蜂がこう、何かこう体液かなんかを吸って、そしたらで死んでしまいました。これを見てですね、これを見て悪魔がね、人間を殺している、悪魔が人間を殺している、例えば小さな子供を殺している、まさに中絶なんてこういう感じですね。中絶、つまり悪魔が人間の子供を殺している、また小さな子供たちが殺されている。また、クリスチャンがね、ある人がクリスチャンになっても、クリスチャンなりたてのクリスチャンが、生まれたばかりのクリスチャンが、まだ生きてますね。まだ動いてますね。まだ少し動いてますが、多分これは死んでしまうでしょう。少し動いてますね。ちょっと動いてますが、まだ少し、もうでも、ちょっとね、このままどうなるかちょっとわかりません。まだ少しかすかに命があります。これを見てですね、霊的戦いというのは、悪魔がこれから生きようとしている命をこう奪っている、悪魔は命を奪っていると、そういうことを考えました。ですから霊的戦いというのは命を守る働きか、殺す働きか、ですから私たちは、そういう悪魔の働きをよく理解しなければなりません。それルルさん、おはようございます。私たちは悪魔に対抗して、命を奪う者に対して私たちは対抗しなければなりません。それはある意味では病気がそうですね。病気というのは悪魔が病気を通して人を殺そうとしていることです。ですから、私たちは、もちろん医学で病気を治すことももちろん大事です。その病気の原因である悪霊ですね、悪霊を追い出して
悪霊を追い出すことが、ね、その人間を死から守る、私たちは、そういう霊的戦いというのは悪魔が殺そうとすることから私たちを守る、それは結局この世的には、ね、そういう医学とか健康とかフィットネスとかセキュリティとかいろんな形で命を守ります。それはいいことですが、しかしもっと根本的に私たちの命を奪うものが悪魔悪霊だということ、悪魔悪霊が私たちの命を蝕む、多くの人たちの命を蝕んでいるのが悪魔悪霊だということ、それを私たちは理解できません。昨日は原爆の日でした。多くの人は当然のこととして黙祷します、ね、その黙祷というのがイエス様に向けての黙祷なら OK です。しかし死者に対する黙祷、死者に対する黙祷が結局それは悪魔崇拝になっているということを知らないで騙されて悪魔崇拝をしています。そしてそれは結局は悪魔の力を引き起こし、そしてそこにはやはり、その死んだ人を拝むことによって、死んだ人を拝むことによってさらにその悪魔が人を殺すことを助長しているんです。悪魔が働いて、悪霊が働いて、偶像崇拝を通して悪霊が働いて、偶像崇拝を通して悪魔が働いて、さらに、その人を殺す、ね、人を殺すという働きが強くなる。多くの人はそれを知らないで、死んだ、誰かが死んだことを通してその死んだ人を拝むことによって、あの死ぬというのは結局悪魔の勝利ですね。人が死ぬというのは悪魔の勝利なんです。その悪魔の勝利を喜ぶような形です。死者崇拝というのは、いいですか、死者崇拝というのは悪魔がの勝利を喜ぶようなものです。そして、そのお盆というのはまさにそうですね。お盆というのは先祖を拝むわけですけど、先祖を拝むということは先祖は悪魔によって殺されて、そして悪魔の勝利が死ですから、その先祖崇拝や死者崇拝はさらに悪魔を喜ぶようなことなんだということです。皆さんぜひそのことを、知ってください。ぜひ皆さん、摂氏さん、そのね、死者を拝むということに問題があるんだということを知ってください。多くの人はそれを知らないで、ね、死んだ人を拝むのは当たり前じゃないか、先祖を拝むのは当たり前だとみんな思うかもしれませんが、でもそこにですね、霊的な騙しがあるんだということです。多くの人は騙されて、ああかわいそうだ、ね、本当に死んでかわいそうだ、ひどい死に方をしてかわいそうだ、ね、殺されてかわいそうだ。例えばいいですか、ここに今セミが今その今アリが来てですね、また殺されようとしています。あ、これを見てかわいそうだ、ね、これからこのせっかく生まれてきたのに、せっかく生まれてきたセミが今蜂やアリによって殺されようとしてる、かわいそうだ、ね、でこの死んだものに対して、ね、かわいそうだということで、それを死者を拝んでしまう。そのかわいそうだという気持ちによって死者を拝んでしまう。それは結局は神様を崇めていることではなく、それを殺した悪魔、ね、死んだものを殺した悪魔を崇めているんだということです。それは、普通の人は知らないのです。傷んでいるだけじゃないんです。傷んでるならば、もし死んだ人を傷んでるならば、そこはですね、なぜ死んだのかということを理解しなければいけません。ただかわいそうだ、死んだ人はかわいそうだけで終わってたら、結局その痛みを通して、死んだ人が傷んだということを通して死者を拝んでしまうんです。そしてそのかわいそうだということだけでは悪魔に利用されて、かわいそうでしょ、だから死んだ人を拝みなさい、あなた本当に死んだ人がかわいそうだと思うんだったら死んだ人を拝みなさいと言って
かえって逆に死んだということをの死んだということ殺されたということのその勝利を、この勝利をなんて言うでしょうかね、拝んでるというか悪魔の勝利を拝んでることになるんです。多くの人はそれを知りません。ただ追悼とか、ね、追悼とか傷んでるとか、その恋の中にはその人間を殺してしまった悪魔の働きを、協力しているということを理解してください。なかなか難しいです。そのことはですね、そのことを知っている人は少ないんです。多くの人は騙されて、黙祷するのは当たり前、その偶像死者崇拝するのは当たり前、先祖崇拝するのは当たり前と考えていますが、そこにはですね大きな嘘があるんだということです。ぜひ皆さんそのことを理解してほしいと思います。ですから私たちは、霊的勝利にもう今までは負けていたかもしれません。今まではいろんな形で偶像崇拝していたかもしれません。しかし私たちはその、真理を知って真理を知って偶像崇拝をやめなければなりません。そして唯一本当に崇拝するべきお方、本当に、その、神様の勝利、神様の勝利は十字架です。ですからその、神様の勝利、死に打ち勝った勝利、いいですか、死者を拝むということは死の勝利を崇拝することなんです。いいですか、死者を拝むということは死を認めることになるんです。しかし十字架を拝むことは、十字架を礼拝することは、死に打ち勝った死に打ち勝った神様を喜ぶことなんです。死に対して勝利したことを喜ぶことです。それが十字架なんです。ですから十字架を拝み、十字架を喜ぶということはまさに霊的な勝利なんです。皆さん分かりますか。死んだ人を拝むということは死の勝利を喜ぶことです。分かります。死んだ人を拝むということは死の勝利を喜ぶんです。しかし十字架を礼拝することは、ね、十字架を礼拝することは死に打ち勝った命を喜ぶことです。死に打ち勝った神様を喜ぶことです。ですから皆さん、偶像崇拝の反対が十字架です、ね、十字架を礼拝することが本当の勝利です。しかし死者を拝む、先祖を拝む、ね、天皇を拝む、その原爆で死んだ方に、礼拝する、黙祷する、それは死の勝利を認めることになるんです。霊的な、霊的なですね、死をですね、認めることになるんです。皆さんそれをぜひ理解してください、理解してくださいね。ぜひ皆さん理解してください。あ、ゆうさんはっきり分かりました、理解しました。私たちは先祖から来ました。しかし先祖を拝むのではありません。私たちは地母を愛さなければいけません。地母を敬います。しかしそれは死んだ先祖を拝むということとは違うんです。多くの人は生きている時に、お父さんお母さんを愛さないで死んでから拝みます、ね、皆さんがもし本当にですね、お父さんお母さんを愛しているなら、生きているお父さんお母さんを、愛するべきであって、死んだお父さんお母さんを拝むべきではありません。多くの人は、生きているとき、お父さんお母さんを敬わないで、愛さないで、死んでからお父さんお母さんを拝みます。それは全く間違っています。
太郎さん、拝むじゃなくて感謝してるだけですか。いや、お盆とか、ね、仏壇というのは、拝んでいます。拝んでいます。感謝してるかもしれませんけど、拝んでいます。しかし、本当に感謝しなければならないのは、神様に感謝すべきです。ね。十字架に感謝すべきです。十字架に感謝すべきです。モーカさん、十字架を礼拝します。十字架を礼拝します。アメン。ですから、私たちは、死を拝んではいけません。死を拝むのではなく、命を拝まなければなりません。私たちは、死を拝めば死が入ってきます。いいですか？よく聞いてください。死を拝めば死が入ってきます。偶像崇拝をすれば、死が入ってくるんです。偶像崇拝をすれば死が入ってきます。十字架を拝めば、十字架を拝めば命が入ってくるんです。十字架を拝むと命が入ってくるんです。そこに大きな違いがあるんです。そこに大きな違いがあるんです。ぜひ皆さん、この真理を知ってください。日本が、ね、日本が、その、日本の問題点はそこなんだということです。日本は偶像崇拝の国です。まあ、世界中でそうです。世界中偶像崇拝の、が多いわけです。しかし特に日本は偶像崇拝が多いんです。だから日本はそういう死が入ってるんです。日本の中に偶像崇拝を通して死が入り、そして日本はですね、この、祝福を受けないで、祝福は受けないで、その死が入ってきてるので、それでクリスチャンが少ないのです。ちょっと花が少し咲いてるので、ね、今夏の花少ないんですけど、ムクゲですね。ムクゲいいですね。花は命を表します。で、花は命を表します。そのたくさんは咲いてないですよね。綺麗ですね。そうですね。怒ってませんよ。全然怒ってません。しかし皆さん、悪魔がですね、人間を殺し、赤ちゃんを殺し、小さな子供たちを殺し、そういうですね、さっきのセミじゃないけど、そういうせっかく生まれようとしているものを殺している、その悪魔に対しては私たちは怒んなければなりません。悪魔、悪霊に対して、ね、命を奪う。命を奪う悪魔、悪霊を、ね、に対して怒ることは大事だと思います。それはもちろん、人間的な、肉的な怒りではなくて、霊的な怒りと言ったらいいでしょうか。ですから、私たちはそれをすり替えられて、ね、なんて言うんでしょうかね。韓国を憎んだり、北朝鮮を憎んだり、中国を憎んだり、ロシアを憎むことが、結局それは、そういう、悪魔悪霊を憎まなきゃいけないのに、悪魔悪霊を憎まなきゃいけないのに、目に見える敵、目に見える人間の敵を、憎んでいます。それは、お間違いなんですね。お間違い。サタンに騙されて、本当の敵を知らないで、本当の敵を知らないで、人間を憎んで、人間を攻撃し、争って、戦争して、同士討ちをする。同士討ちをする。それは悪魔の戦略です。悪魔の戦略です。ですから私たちは、そういうですね、騙されてはいけません。太郎さん、特攻隊で亡くなった人たちに哀悼の意を表することはダメですか？私たちは、その特攻隊で亡くなった人たちを憐れみますが、彼らを拝んではいけないんですね。彼らを拝んではいけません。なぜならば、彼らはですね、天皇の名によって、結局は国を守るということで、
敵を殺すわけです。アメリカ人を殺すわけです。それはですね、もし彼らを拝んだら彼らのしたことを肯定しなければなりません。兵士、元兵士たち、戦没した兵士たちを拝むということはその戦争を肯定することになるんですね。戦争を肯定することになります。私たちは戦争を否定しなければならないのに、戦争を否定しなければならないのに、戦没の兵士を拝むということは、結局それは彼らのしたことを認めることになっちゃうんですね。そうではないでしょ。私たちはもう二度と戦争はしてはいけない、もう二度とね、その人を殺すような戦争をしてはいけないということを私たちは言ってにもかかわらず、その戦争したことを肯定するのは矛盾するんです。矛盾します。だから多くの人はその矛盾に気がつきませんね。戦争をもうするべきじゃないと言いながら戦争法案を作ったり、戦争をするべきじゃないと言いながら憲法9条を改正しようとしています。そこにサタンの嘘が入ってます。皆さん、もし皆さんが、韓国を憎み、中国を憎んでるならば、それは、おかしいということです。本当に皆さん日本を愛してるなら、韓国、中国を愛するべきです。なぜかというと、それが日本のためになるからです。もし皆さんが韓国、中国を憎んでるならば、それは日本を憎んでることになります。なぜかというと、それは日本のためにならないからです。皆さんが韓国、中国を嫌って、憎んでるならば、それは日本のためにならないんです。日本のためになりません。争って日本のためにならないんです。だから皆さんそこに気づいてください。サタンの嘘に気づいてください。皆さんが韓国を愛し、中国を愛するときに日本を愛することになるんです。皆さん、そのことを理解しましょう。本当に日本を愛することはどういうことなんですか。日本を愛するから韓国、中国を憎むというのは、それはサタンの嘘なんです。日本を愛するから韓国、中国を憎むというのは、結局それは日本をのためにならないんだということを理解してください。当たり前のことです。こんな当たり前なことを多くの人は知らないのです。今日のタイトルですが、私、一番の印象はですね、本当に、歓待を受けてね、優しくされて、挨拶されて、もう本当に、クリスチャンは優しいなと感じました。日本はクリスチャン少ないからね、教会の中はもちろんクリスチャン多いですが、アメリカは特に、その集会は特にクリスチャンだらけですけど、ホテルの中でもそうですが、みんな優しくてですね、私がクリスチャンになった理由もそこなんです。私がクリスチャンになったのは、アメリカの年配の女性2人が宣教師として日本に来てくれました。彼女たちは戦後間もなく日本に来て、本当に、その貧しい日本の東北に住んでくださって、すごくカルチャーショックがあったと思いますが、今の日本と違いますよね。戦後の貧しい時に、日本に来て人生を日本のために捧げてくれましたけど、そのアメリカの宣教師の優しさ、本当に喜びに満ちている笑顔、その宣教師が本当に、イエス様を愛している喜び、もう本当にこうニコニコして誰でも愛している姿、誰でも優しくしている姿、私は思いました。こんな人は日本人にいない。こんなに優しい人は日本人にいない。こんなにねニコニコしている人は日本人にいないと思いましたね。私はその宣教師の人を見て、この人たちのようになりたい、
この人たちのようになりたいと思ってクリスチャンになりました。そしてそれは大正解でした。まだ私はその人のように優しくないかもしれません。その人のようにね、もう本当になってないかもしれません。でも、そういう優しさを、それはイエス様の優しさだと思います。イエス様の優しさを見て、私はそれが本当だと思いました。ですから、今回はね、今回は特にまたそれを感じました。本当に、もちろん優しくないクリスチャンもいると思いますよ。優しくないクリスチャンもいるかもしれませんが、私がこう出会った人たちはみんな優しくて、わあ素晴らしい、天国は素晴らしい、ね、天国は素晴らしい、神の国は素晴らしい、天国ってこういうとこなんだ、優しくて愛し合って、ね、愛し合って、もう本当に天国っていうのはそういうとこなんだと私は思いました。ですから日本も、伝道して多くの人が悪魔悪霊を追い出し、いろんな憎しみ、怒り、ね、いろんな悪意とか敵を日本から追い出さなければなりません。多くの人を苦しめている憎しみ、悪意、敵意をですね、取って日本を神の国にしなければなりません。モーカさん、イエス様が喜ぶことは韓国、中国など隣国と仲良く愛することです。イエス様は日本を祝福していただくために中国、韓国を愛するべきです。その通りです、ね、まさに、韓国、中国を憎んでることが、それが日本を病んでる、日本が病んでる理由なんです。日本が病んでる理由、それは敵意であり悪意であり、ね、憎しみ、それが、社会を悪くする理由なんです。社会を悪くする理由です。ですから私はこの放送で、そうではない、悔い改めて、ね、中国、韓国を愛しましょう、祝福しましょう、隣人を自分のように愛しましょう、それが日本を、回復する、癒す唯一の方法です。日本を癒すためにはイエス様を信じて、敵悪意を捨てることです。敵悪意を捨てることです。太郎さん、もちろんそうですよ。中国の人、韓国の人は日本を憎んでる人もいるでしょう。だからに私たちも憎んでいいということではありません。私たちが憎まれているかもしれない、私たちが憎まれているかもしれないけど、私たちは彼らを愛するべきだということを言いたいのです。彼らが憎んでるから、憎むならもっと悪くなるということです。ぜひ皆さん、争うのではなく、ね、平和を作る必要があります。平和を作るためにはどうしたらいいか、ね、平和を作るためにはどうしたらいいか、ぜひそれを皆さん、理解してください。明かしタイム、ね、イエス様を信じて優しくなった、イエス様を信じて優しくなった証、スタートイエス様を信じて中国、韓国を憎まなくなった、イエス様を信じて中国、韓国を祝福するようになった証、スタート。リュウさん、イエス様を信じている、イエス様を信じている、アメン。それが一番です。アイスティーさん、
神を信じて先祖崇拝やめようと思いました。神を信じて先祖崇拝やめようと思いました。ヤギさん、牧師、反日デモを続ける彼を愛せよというのですか。その通りです。ヤギさん、その通りです。その通りです。反日デモをしている彼らを愛するのです。反日デモを続けている彼らを愛するのです。それが素晴らしい国です。それが素晴らしい国です。争うことは日本のためになりませんね。争うことは日本を愛していることにならないんです。本当に日本を 愛するならば、本当に日本が祝福されてほしいならば、彼らを愛することです。桃花さん、イエス様を信仰し韓国中国を愛するようになりました。隣人隣国を自分のように愛することがイエス様が望まれていることです。アーメン。その通りです。その通りです。アーメン。大石さん、おはようございます。イエス様もおっしゃいました。敵を愛しなさい、ね、敵を愛しなさい。私たちは相手が悪いから憎んでいいわけではありません、ね、相手が悪いことをしてるから憎んでいいということではありません。本当に、大事なことは敵を愛することによって、結局はそれは日本のためになるんです。日本のためになるんです。いいですが、中国韓国を憎むということは結局は日本をディスっていることになるんです。皆さん、そのことを理解してください。本当に、中国韓国を憎むということは日本を憎んでいることになるんです。そのことを皆さんが理解してください。ぼっちさん、いいですよ。中国韓国は悪いとして、悪い中国韓国を愛するんです。それが日本を愛することになるんです。そのことを多くの人は知りません。悪いから憎むというのは結局日本のためにならないんです。本当なんです。それは日本のためになりません。本当に日本を良くしたいならば、日本を愛しているならば、憎むことをやめることです。憎んで隣国を憎むことは日本を滅ぼすことなんです。戦争を始める前に韓国、中国を憎みました。日本は韓国、中国、アメリカを憎んで、英米鬼畜といって、アメリカ、イギリス、中国、韓国を憎みました。その結果戦争になったんです。いいですか、他国を憎んだことによって、いいですか、日本は他国を憎むことによって戦争を始めたんですよ。皆さん、また皆さんが他国を憎むならまた戦争を始めることになるんです。それは日本のためにならないんです。本当に皆さんが日本を愛するなら、日本を祝福したいならば、他国を憎んではいけないのです。そのことを理解しましょう。理解しましょう。はい、ぜひ皆さん、日本の正しい道、日本の正しい道を知ってください。それは、悪意を捨てることです。罪を悔い改めてイエス様を信じて他国を愛することです。他国だけではありません。皆さんの隣人も愛さなきゃいけません。皆さんが家族を憎むなら、皆さんが他人を憎むならば、それは自分を憎んでいることになります。皆さんが、誰かを憎んでいるならば、それは皆さんのためになりません。皆さんが苦しむだけです。皆さんが苦しんで死が入ってきます。皆さんの中に死が入って皆さんが苦しむだけなんです。皆さんが祝福されるためには、皆さんが祝福されて皆さんが元気になるためには、憎しみを捨てて憎しみを捨てて
トライ人を愛すること。トライ人を愛することが自分を愛することです。いいですか？トライ人を愛することは自分を愛することです。トライ人を憎むことは自分を憎むことです。トライ人を憎むことは自分を憎むことです。ぜひ皆さん、そのことを知ってください。皆さんが幸せになるためにはそれしかないんです。皆さんが幸せになるためには、敵を憎んだら、もうそれは皆さん幸せにならないんです。モーカさん、イエス様を信仰すると敵を許し、敵を愛せるようになります。アメン。アメン。今日の放送を聞いて、あ、わかった。問題点がわかった。日本が良くなるためには、隣国を愛さなきゃいけないということがわかった。自分が死が入ってこないためには、命が入ってくるためには、隣人を自分のように愛さないと、命が入ってこないんだ。自分が命によって満たされるためには、イエス・キリストを信じて、隣人を自分のように愛する。隣人を自分のように愛することによって、命が入ってくるということが分かった。これからは、憎む人生ではなく、愛する人生。人、他人を愛する人生を始めよう。それが結局自分を愛してるんだ。今まで自分を憎んでいたんだ。今までは自分を憎んでいたけど、これから自分を愛する人生を始めよう。隣人を愛することによって、自分を愛する人生を始めよう。そして命を借り取ろう。今までは死を借り取ってた。今まで死を借り取っていた。これから命を借り取ろう。そう思う方は、アメンと言ってください。アメン。スマイルさん、隣人を憎んでいいことはありませんね。アメン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 。ジュダノさん、8月15日は黙祷しない方がいいでしょうか。ジュダノさん、聞いてましたか。死者を拝むということは、死が入ってくるということですね。死者を拝むということは、悪魔の勝利を、死の勝利を認めることになるんです。そうすれば、ジダノさんの中に死が入ってくるんです。死が入ってくるんです。悪霊が入ってくるんです。それでいいんですか？理解すればわかるでしょう。皆さんが霊的な戦いを理解するならば、偶像諏訪がいかに危険かということがわかると思います。はい、じゃあお祈りしましょう。イエス様、今日本は、死者崇拝、偶像崇拝の季節です。多くの人は騙されて、悪魔に騙されて死者崇拝をし、命ではなく死を引き込んでいます。悪霊を引き込んでいます。その結果、日本はどんどん悪くなっていきます。日本はどんどん悪くなってきています。どうぞリスナーの人たちが真理を理解し、ああそうだったんだ、日本が悪かったのは死者崇拝、偶像崇拝をしたから悪かったんだ、そのことを理解して、もうそういうことはやめて、黙祷とか、先祖崇拝とかお盆とか、そういうことをやめて、これからは死んだ人を拝むのではなく、十字架を拝み、命を欲しい、命を注がれたい、今までは死を注がれていた、これからは命が欲しい、十字架に感謝し、十字架によって、命が注がれたい。どうぞイエス様、アメンと言った人たちが十字架を拝んでいます。十字架を崇拝しています。
どうぞ命を注いでください。イエスキリストを信じる者、十字架を礼拝する者に命が流れますように、命が流れますように。多くの人がルーズオスアウをやめて十字架を礼拝しますように、十字架を礼拝しますように。そして命を注いでください、命を注いでください、命を注いでください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。はい、皆さん、真理を理解してください。何が大事か、何が大事か、皆さん実行しましょう。皆さんが、黙祷をやめ、偶像スワをやめ、お墓参りをやめるならば、そしてイエス様を信じ、十字架を礼拝するなら、十字架を礼拝するなら、そこから新しい素晴らしい人生のスタートです。命のスタートです。喜びのスタートです。皆さんに必要なのは、その路線変更です。死の路線から、命の路線、死の路線から命の路線に変わりましょう。それじゃあまた夜7時にお会いしましょう。良い一日を、シャローム。良い一日を、シャローム。シャローム。シャローム。